ビアンです。ふみです。わかってビビです。今回渋谷でリアル企画、もしかして自分の学校自称進学校かもと思った瞬間、この企画やっていきたいと思います。はい、まあ、自称進学校あるあるみたいなのって結構ツイッターとかでもバズってたりするんですけど、まあ、自称進学校のあるあるを聞いていこうじゃないかという企画ですね。そうですね、まあ、闇に包まれた自称進学校を暴いていこうということですね、はい、そうですね、まあ、僕らも自称進学校出身ですから、まあ、まあまあ言ってしまえばそうですね、下田第一高校と明石北高校、これ両方自称進ですから、はい、僕らの仲間を探そうじゃないかという企画です。わかりました。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄ツイッターとインスタも絶対お願いします。続いて企画スタート。わかって TV。 男性方見つけました。お兄さん、大学はどちらですか？大学の東大。おお、なるほど、東大。ちょっと自称師の可能性少ないね。ねえ、ちょっと進学校かな。通ってた高校の名前教えてもらっていいですか？都立の渋谷高校。あ、ダメだダメだ。多少進学校です。いや、ですね。多少ね。自他ともに認める進学校です。ですね、次行きましょう。わかりました。じゃあ、男の子2人に行きました。大学はどちらですか？明治大学の情報コミュニケーション学部です。あ、明治大学、一緒、はい。じゃあ、今回なんですけど、はい、自称進学校で探してて、はい、自称進学校です。自称進学校。おー、来たー。じゃあ、どこだ、高校は。茅ヶ崎。どこやねん。茅ヶ崎北陵、偏差値なんぼ？偏差値60ちょいぐらい。自称心ザ自称心ですね。高校どこ？熊本県の玉名高校です。自称心っぽい。玉名市の進学校、はい、偏差値なんぼ？60くらい。自称心ザ自称心、はい、ちょっと自分の高校、うわ自称心やんって思った瞬間の話聞きたいんですけど。あるあるみたいね。あ、でも真剣持ちとか、はい、めっちゃ受けさせる。あ、出た出ました。いや、もうこれ残特徴ですよ、これ。だから真剣模試しか受けない。伝統模試とか一番いいって言うよ。そういうのを全く受けさせずに、デネッセのやつだけ受けさせられる。あー、いや、あとね、自称しあるあるだけど、なんかベネッセの人間来がちっていう、ね、来たよな、なんか来たよな、ベネッセの人間が。あと、まあ、ベネッセつながりでいきますよ、はいはい、自称しの定番、スタディサポート。あー、めっちゃ意味ないやつ。あれ、参考に自称しいるのかな。ことない、ないよね。あんま見たことないな、俺も。スタディサポート見て、キビ兄弟いけるね、当てなるか。S1 当てなるか。ジューちゃうぞ、やめろ。誰が S1 じゃん。違うわ。なんかあります、玉名高校自称心。これ九州ならではな。あ、はいはいはい。浅香街って出た。0限目8限目。0限目と8限目です。7時半くらいから始まって、はいはいはい、夜は6時半くらい終わるんです。夜6時半に終わんの？学校12時間拘束やぞ。1日24時間しかないんだよ。朝何時に起きんの？朝はもう6時くらい。あれで伸びたって人見たことないです。そんな朝0限目と8限目受けてて明治止まりやろ。やめてください。悪しき風習ですね。残ってるね。ネット上にある自称進学校の特徴を言っていきたいと思います。偏差値50から65、その地域では優秀。ああ、進学の傾向、ここでチンコが激しい。早慶でも私立はクソ。校風は軍隊みたいな校風。授業時間やたら長い。長いな。模試は真剣模試最高、真剣以外はクソ。ある。教師は独裁者、ヒトラー、スターリン、毛沢東並みの権力。それは言い過ぎ。まあ、そんな感じですね。いや、ひどいね、自称進学校マジで。いや、でもね、全部当てはまってますよ、はい、あ、そうですか、うん、僕の高校も当てはまってますね。なんで授業時間がやたら長いんだろうね。意味のない授業、はい、僕ら怒ってますから、自称進学校に。そうですね。本当、それで屈辱していきましょう今日。わかりました。じゃあお兄さん見せました。はい。通ってる大学は？東京大学。出た。出ました。高校はどこですか？三重県の伊勢高校、はい、いや、これは、はい、進学校ではないよ。まあまあ、狭間やね。自称心と進学校の狭間。64くらいじゃない、僕の記憶やと。いや、ネットだと56。あ、こんな低い。めっちゃ低いな。じゃあ自称心ですね。ね、そこから東大行ったの。あ、そうです。めっちゃすげえな。めっちゃすごいよね。ほんまにトップじゃないと。ね、どうですか、うちの学校自称進学校だなと思った瞬間っていうのを聞いてて、はい、自称進学校だなと思った瞬間とか教えてください。理科とか数学とか、3等3年の夏に終わる。いや、これあるわ。これ自称心だ。まあ、3年の夏でも、まあ、早い方っちゃ早い方まだギリギリ早いやね。ただ普通に行くと年末とかまで12月まで普通ありますから、はいはい、ね、B 山の下丸第一高等学校、はい、こちらも日本史最後、はい、年末に第二次世界大戦起きます。遅いです。遅い。終戦と同じに受験も終戦迎えてる。やめろお前。確かに全部終わったけどチーン。やめろお前。あとなんやろね、あと塾行くな的な話とか。あ、そういう進路指導気になる。塾はなんか否定的な先生はいます。自称しあるあるなんですけど、だいたい当心嫌いがち。あ、 あるいや、僕の先生が言うんですよ。
同士を嫌ってます、はい、あ嫌ってる。いやあれ思うに、はい、先生と同士の先生比べられちゃうから、はい、絶対勝てないよ。同士の先生決まってる。今いいかやなっていう。じゃあ自称心でみんな苦しんでんねんけど、うん、自称心から東大に行くコツみたいなのあったら教えてもらって。やっぱちゃんと授業ついていく。うわ、真面目に授業を受け。マジで自称心学校生んだたまものや。こういうやつがおるから、うん、教師は俺の教育は正しいと思ってくるね。そうなんだよね。否定しろよ。あとはやっぱり一番大きいのは東進の東大特進。なんやねん。聞いてたんかい。無料で通うやつね、新学校のやつは。おい、マタとか東海とかそういうやつがいびつ混じるな。伊勢高校の分際で。やめろお前、それは言い過ぎ。まあちゃんと自分なりにいろいろ調べろよと。彼のね、答え値高すぎて、はいはいはい、もう全然参考にならないです今のこと。情報はでも詳しいです。だから、はい、その東大特進っていう裏オプションメニューに気づいた、うん、これ調べてんのよ。なるほどなるほど。だから先生のことも聞きつつ、情報も調べつつで勝ち抜いたってことなんです、はい、いや素晴らしい。だからね、お二人自称進学校出身なんですよね。はい、はい、大学はどちらですか。ちなみに一応東大です。でも東大も多いんだけど。すごいね。高校はどこなんですか、自称進って言うてるけど。八重内県の京進高校。知らん。いや上と同じぐらい。上と同じぐらい。らいあこれ自称進やね。まあまあまあちょっと失礼かもしれないですけど。君も自称進、はい、どこですか高校。東京の本郷高校。あ、本が進学校から。自称進あるある教えてほしいんやけど、はい、説明会やたら長い。おお。感じはあるの、進路ガイダンスみたいな。進路ガイダンスはあります。僕らの中で思ってるのが、国立進行ってやっぱりあると思って。どうでした経営は。早期洗顔の人いたんですけど、はい、なんか全然情報くれないって言ってました。あ、早期はクソやからね。やめろお前。お前もなってまってる。俺もそれ納得。やめろお前。お前もなってまってる。早稲田滑り止め。やめろお前。ワンチャンだから山口大と総北やったら山口のが上って考え方やもんな、先生らは。あー、ワンチャンそうかもしれないですね。学校からしたら総北何人より国公立何人っていう学校のこの実績の方が重要だから。なるほどね。山口は行ってほしいですそれ。あー、いやもうな、その犠牲者やもんな。あ、そう、現役の時、はい、どこも行く大学なかったんですけど、はい、釧路公立受けさせられたの。どこみたいな。めっちゃ来たやんみたいな。釧路の人悪いけど。そう、ビーヤマみたいなしょぼい素材でも国立1位になるもんな。やめろお前。僕ありますか、自称心。ちょっと僕いいですか。あ、いいよいいよ。本郷高校、飯綱書店使いがちっていう。あー配られた飯綱。飯綱。え、なんだっけ、古文単語、現代文。そうそうそう、現代文。古文単語か。あと英語の文法問題。英語の文法飯綱。ちょっとね、ビンランとか飯綱とか分かんないけどさ。どこやねん、そう出版社。なんやねん、学校だけに配られる。学校生営業受けてんじゃねえか。賄賂もらってる。賄賂もらってるよね、多分ね。アテンドされてんじゃん、女の子。やめろ、お前。その可能性あるよ、もしかしたらね。皆さん、気をつけてくださいね。参考書、自分で選びましょう。ね。僕らもね、自称進学校通ってましたから。めちゃめちゃ自称進学校です。いや、自称進あるある、はい、チャート配りがち。いや、配るなで、さらに、青チャート配りがち。青チャート、俺も青だった。しっかり。いや、下田第一高校、白がお似合いやん。白と黄色でいい、正直。赤、青、黄、白の順番やから。いや、マジで青チャート全然分かんなかった、マジで。本当に言わない。無理すなと。いやね、マジで。これありますね。はい。じゃあ、女の子二人組見つけました。はい、自称進学校出身なんですか。おぉ。ほんまに自称進なんですね。大学どこ、慶応。全然ね、高いよ。高校どこっすか。国学院久我山。いや、ビーヤマ判定どう。いや、進学校じゃないこれ。まあ、どうだろう、まあ、自称進かな。なるほどね。有名な卒業生は令和の虎の桑田流星、ね、いや、桑田流星で、確かに桑田社長で、地頭めっちゃいい。桑田流星さん知ってます。知らない。人口乗ってないやろ、まあ、これ。じゃ誰かに乗せてあげてください。桑田社長めっちゃ有名人です。じゃあ、久我山エピソード聞きましょうか。自称進あるある教えてください。おー、自称心だわ。出た、小テストあった。なんだあれ。怠け者は細かくチェックせなあかんからな。やめろお前。何の小テストですか。英語と英単語。古文単語、はいはいはい。漢字で、出た出た出た。計算力診断テスト。計算力診断テスト。何それ。そんなんやってんの久我山。100マス計算やってんの。100マス計算レベル低く。やめろお前。じゃあ数学のね、役立つ曲ね。ありました、小テスト。いや、小テストめちゃめちゃありました。学校で配られてる、よくわからん中でバイタルっていう、ね、英単語帳。わかるわかる。わかる。古すぎてもないと思うけど、はいはい、うようわからん英単語帳の確認されるわけですよ、はいはいはい、みんな使ってないのに。本当に苦痛でしたね。いらないよ本当に。あと自称心診断であるあるなのが、はい、英単語の小テストスペルまで書かせるやつね。いや書かせる、確かに。いや、いらんのよ。私立いらない、いらない。スペルいらないのよ。書かないですよ、ね、マークなんやから、ね、他ありますか自称心。ベネッセ。ベネッセ出た。 あれ久我山ベネッセだろ。ベネッセやってたら進学校じゃないかも、はい、その認定ありかもしれない。あ、なるほどね。進研もしまず受けてます。まあでもね、トップ公立
ツも受けてるからね、神経模試は。なるほどね、7とかさ、やんないじゃん。7はやらないからね。あとベネッセの人が講演会とかしてたら受賞しの可能性高いとか。あ、なるほどね。俺もなんかフーフーって聞いてたもん、ベネッセの人の話。あいつまず学歴なんやねん。名乗ってなかったな、そういえばあのベネッセのお前、名乗るかお前。おそらく岡山大とかにしてる。岡山はちょっと受賞認定かな、これは。認定ですね。ちょっと申し訳ないけども、桑田流星も受賞イケメンですから。やめろお前、桑田さんはイケメンだよ。あ、イケメンだよ。ああ、B 山か、受賞イケメン。やめろお前、確かそうだ、俺は受賞イケメンだわ。どうですか、多少イケメンですか。おお、やった。ちょっとでストバキンあげるかもしれない。おじさんがストバキンあげる。これ始めた。はい、でやってみました。自称心あるあるを聞こう、はい。みんながね、自称心と思った瞬間の話聞いてきました。ですね。自称心やっぱ世の中多いですね。多いですね。やっぱ間違った教育っていうふうに思われても仕方ないかな、はい、聞いてた話やと。そうですね。僕らもね、その勉強法で、はい、やっぱ弊害受けてるんで、はいはい、ちゃんとね、正しい情報を取ってほしいかなと僕は思います。ね、この機能的に自分も自称心やと思った人は勉強頑張ってください。はい。皆さん、チャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ今日この辺で、バイ、はい。